で、同時にそういう事態が生じると、福島県からどんどん避難する人たちが出てきています。子どもたちを抱えている親を中心に、避難地域でない人たちももう避難するというようなことが起きてまして、福島県では人口がどんどん減少しています。もうそこで住みたくないと。で、これは主観的な要因としては非常に大きい要因で、東京都の福島原発から250キロ圏にある東京都民でさえ東京から避難するというような状況まで起きてきていて、特に東京都で働く人が隣接する地域、千葉県とかそういう地域では人口ありえないこと、ありえないことですけど、人口減少まで起きていると。関東地方の中でも人口減少が起きている県が出てきていると。